もんじゃもんじゃもんじゃ女の子、まんまるお腹の女の子ワンちゃん。材料はこちらです。どれも結構お家にありますよね。ボウルに薄力粉を入れます。そしたらお水をちょっとずつ入れながら混ぜます。ちょっとずつ入れればダマになりませんよ。もんじゃ焼きを高校生で食べました。学校帰りにもんじゃ焼き屋さんに寄ってもんじゃ焼きいっぱい食べました。そしてある程度混ざったらお水全部入れちゃいます。そしたらこの水っぽい薄力粉の液に味をつけていきます。まずは中濃層、ちょっと醤油、カツオだし、生と美味しそうになりました。そして野菜を全部この薄力粉吸い中に入れちゃいます。まずはキャベツ、キャベツ3分の1個入れちゃいました。続いてはピーマン、ピーマン2個分。最後はニンジン入れるよ。桜エビ。でこの天かすは後で入れるのでちょっと置いておきます。で混ぜますよ。混ぜたらこれでもんじゃ焼きの餡の完成です。あとは焼くだけです。簡単でしょ。ホットプレートを250度に温めました。そしたらまずは味をつけた野菜から炒めますよ。汁はこの中残しといて野菜だけ炒めます。時間かかるので一旦浮かしてホットプレートを温めます。早く熱くなれ。熱くなったホットプレート。さあ炒めます。あ、なんかちょっとドロッとしてますよね。いい感じです。炒まってきました。これ子供でやったら盛り上がりますよ。焼けたので真ん中に穴を開けて土手を作ります。小麦粉水をこの真ん中の土手から出さないように、崩壊しないように美味しく焼くのがゲームみたい楽しいんですよね。端まで行きました。そしたら小麦粉水を入れます。半分ほど入れます。土手から出ないようにね。土手から溢れてないですね。土手が崩れないように様子を見ながら残りの汁を少しずつ入れていきます。おー、全部入った。汁がブクブクと沸騰してきたら少しずつ土手の具と混ぜ合わせます。汁が外に出ないようにうまいこと混ぜ合わせられるでしょうか。とろみついてきましたよ。これが美味しいんですよ。ある程度混ざってきたら全体的に混ぜてください。最後にベビースローメン and thin kasu and cheese。 これを全部入れて混ぜて食べます。そして天かすを、そして最後にチーズ。たっぷり入っちゃったよ。混ぜます。すごい、カリッとしてサクッとして伸びつってビヨンつって超おいしそう。このヘラごと食べたいですよね。残り野菜でチーズもんじゃの